おいっす、どうもちはやです。マリオメーカーの実況をやっていきたいと思います。4月の4日にいただいたコースですね。いつも動画楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。コース作ったんで、ぜひとのことですね。ありがとうございます。クリアルートが5種あるらしいですね。ちはやなら余裕かと。なるほど。5種全部やらないかな ?1 種とりあえずやってって形にさせていただきます。最初左土管入れると予想。うん、思った通りですね。P がある。P があるぞ。OK。珍しいな。雲でスキーのってあんま見ないっすよね。三段ジャンプでダメだ。上がれねえ。そんな。そっか。時間通り行かないといけないのか。じゃあ、とりあえず、土管。P ドアに入らないといけないんですよ。OK。一番右だよね。はっ！ OKOKOK。右から2番目しか入れなかった、むしろ。あ、これ続くのか。これくらいの短さだったら5種全部やろうと思ったけど、やっぱり一個一個は長そうなんで。これで。いやー、そんなじゃあ逆にもうこのルートはいっか、分かったから。じゃあ別の行こうか。じゃあここのルート行きますね。何も出てこなかった。ドア、ファイヤー。弾幕かな？そうですね。まあシューティングって言った方がいいのかな、ここは。スルーしていく。あ、これ音符だから上抜けれますね。抜けちゃう。5。これも抜けれますね。これ多分6種目のクリア法だな。壁キックかな、これは。多分ジャンプで抜けてこいだったんだろうな。なるほど、なるほど。あと、まあ、これが多分6種目のクリア法だと思うんで、あと4種あるんでね、マリオメーカー持ってる方はぜひ、このコース遊んでみてください。では次のコース行きましょう。4月の4日にいただいたコースですね。壁キックコース作りました。よかったらとのことですね。ありがとうございます。空中 VS マリオ。ちはやにお届け。ありがとうございます。お届けされました。申し訳ない、遅くなって。もう1年経ちますね。すいません、本当に。よいしょ。ようやくプレイできました。あぶねえ！こっち。ここ一回、乗ろう！乗れなかった！こんなもんかな？オッケー。あぶねえ！ここ。ここ。いやー、スパナがいい仕事してくる。これいけるんだっけ？今のキノコ状態で。もういけなくなっちゃったんだっけ？昔いけたよね。確か。ワンフレームなくなったからもう無理かな。うわー、しまった！ここ乗れる。ここ、オッケー。いや、危ねえ。危ねえ！今のセーフかよ。怪しかったぞ。ゴール見えてますね。出てくると思った。これゴールか。くっそ。頑張りすぎた。しっかり目を使って OK。くるんのタイミングをしっかり測ってクリアと。ありがとうございます。スピードラン、60秒スピードラン、ハード。参りましょう。お、なんかスピードランっぽくない感じですね。サムネ見る感じだと。いいよ。海外式のスピードラン好きだよ。まずありがたく、キノコ。そうそう、ファイヤーバー出てくる。オッケー。逆にちびっこの方が機動性があるみたいなことは言わないでね。オッケーオッケー。これは踏んでいくんだね。はい。はい。オッケー。はい。これは、なくなっていくぞ。これは踏める。オッケー。30秒かからず。ありがとうございます。0.001% 可能なコースか。でもクリア率は 1.39。まあいけるでしょう安易な気持ちでクリアやコース始めると痛い目見るからな。ひぃ反応悪すぎ。300秒か。強制スクール水着ですね。しかも時間がないやつだな。はっはっはっ。土管が入れます？ゴールした。なるほど。投稿者用ルートありだね。とりあえずもう一回行きましょうか。よし、来た、入った。ひぃ。ほい。死ぬ、生きる、危ねえ。壁キックか？なるほど。了解しました。落ち着いて。オッケー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 。なんかある？ない、オッケー。繋がってるよね。よし、オッケー。中間ありがとう。ってことはあれだね。2回クリアチェックしたってことになるから、おそらくですけど、この後も投稿者用ルートありますね。それクリア間違えてしちゃうと、また最初からやり直しになるんで、間違えてその投稿者用ルートに入らないようにしないといけないのか。そうか。よし、乗れてこれちゃってるけど、これいいのかなあ。なるほどね。これ超ギリつかないとダメなんだね。完璧。神った。もうトゲ刺さっとるやん、頬に。クラウンの頬に。よし、もう頑張って食べようとしてるけど、マリオがそれをせかそうとしてるけど。なんてえげつない構図なんだ、これは。当たる？これ。大丈夫ですね。あ、待って。これ、どうなるっけ？これってさ、これさ、マリゴちびっこになんないとダメなんだよね。食らって、こうなって、あ、勢いが必要になるな。難しいっすね、これね。しゃがみじゃん、しゃがみじゃんしないとダメだ。オッケーオッケーオッケー。入れました。ここだね。投稿者用ルートここだね。これ、よしありで行ったら、あ、逆に、むずいかも。一回食らうことができる。けれども、ダメだ。よしありの方がむずいわ。オッケーオッケーオッケー。神ゴールゴール。きたー。しゃー。ご飯これ一発。あれ、ヨッシー連れてこれたらな、なお神だったんだけどな。神を超えて大海王神くらいになったんですけどね。すいません、ただの神でした。よくいただいたコースで、ツイッターでいただいたコースでさ、投稿者用ルートとか言ってあったじゃないですか。なんか、そういうのってあんま海外の人の見なかったからさ、ちょっと海外の方がこうやってクリアチェックめんどくさいんだなっていうのが分かると、ちょっとなんか安心するっていうか、日本だけじゃないんだなって思えて、なんか、すごい安心できました、今日。あんま見ないからね、海外の方のこういうコース。あるはずなんだけどね。まあ、そういうコースとか当然送られてこないし、そういうのっていいねランキング入んないからね。あ、くそ。ベストタイム出なかったか。これさ、あーでもまあ抜けれるか。結構むずそう、これ。結構ギリギリをついてくるからな。待って。あれ、さっきのさ、0.01% クリアしてんのにさ、0.001% クリアしてんのに、これ最初ミスって面白いな。はい。オッケー。あ、これむずいっすね。あれもこれ抜けちゃった方がいいな。こうやって。バカ勢いそのままに行くなよ。最後のミニジャン戦法でいきますね。多分それが一番楽。意外と難関がここ。でもって右の方か。ミニジャン。オッケー。これでオッケー、これでオッケー。右行きすぎるとね、あの右の雲の右のトゲに当たっちゃうから、そこだけ注意すれば。キー&ゴースト。テレサだね。テレサがどんな味を、あ、なるほど。そうか、レールの上に乗ってるテレサをかわしながら行くんだね。参りましょう。キノコくれんのか。優しいな。さすがいいねランキングだな。おっと、はい。速いのと遅いのとのいい感じのコントラストですね。これはぴょんぴょんいけないな。難しいな。今度は持ちか。上下の持ちだね。了解した。ここはまあ、そんなに厳しくない。多分これで帰ってこさせようとしますよね。おそらくですけど。多分この道、今度左に戻ると思うんですよ。予想ですけど。これは真ん中行けば問題ない。絶対当たらない。OK、中間。やっぱりそうだよね。戻らせるよね。右からさ、左に行くのって難しいよな。苦手かも、俺。感覚がなんか狂うんだよね。あ、待って、これ死ぬよね。これはずっと下なのか。この餅はずっと下なんだね。羽根付きだけが、上下するんだな。知らんか。いやあべ。オッケー。さっきと同じミスはしねえ。オッケー。はい。はい。一回越えて、はい。はい。よいしょ。一回落ち着いて、右降りて、はい。これは食らわざるを得ない。しかし、帰ってきたぜ。よいしょいー。一番下。あ、ミスった。5点になっちゃった。オッケー。よかった、よかった。ビビらなければ足すじゃん1回。ビビらなければ、あ、なんかいるぞ突っ込んでいいってことだね、これは。なるほど、なるほど、なるほどね。オッケー、オッケー。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。